去費用500万円そんで毎月50万も払うってか。いくら総部長に転職したからって簡単に払える額じゃねえぞ。これで驚くのは早いぞ。見てみろ、このエクセレントコースってやつを。入居費2000万月額100万なんだこれ。いわゆるビップルームってやつだろうな。まさか菜の葉はこのエクセレントコースに親父さんを。さすがにそれはないだろう。いや、菜の葉ならあり得る。菜の葉はそういう子なんだよ。菜の葉にとって親父さんは唯一の家族なんだ。大企業に就職したのも、そこを辞めてうちに来たのも、全ては男で一つで育ててくれた親父さんのためだ。親父さんが最後を過ごす場所として最高の場所を用意したかったんだろう。高い施設に入れたとは思っていたが、まさかここまでとは。菜の葉のやつ、親父さんのこととなると本当無茶しやがる。店長、本当は裏引き云々より彼女のことが純粋に心配で俺らに調べさせたんだな。ああ、店で起きたトラブルは俺が守ってやれる。でも外で何かあっても俺は何もしてやれねえ。うちの店は訳ありの子ばっかりだ。あの子たちにいつ何が起きてもおかしくない。だから長く休む奴がいると落ち着かねえんだよ。あんた本当は従業員思いのいい店長じゃないか。口が悪いもんで誤解しちまったよ。菜の花を裏引き相手はもう探さなくていいよ。彼女が親父さんのために危険を犯してでも裏引きしなきゃいけねえなら邪魔する権利はない。俺は目をつむるしかねえ。おそらく彼女は裏引きしちゃいねえっすよ。え？今日見た彼女は髪の毛もボサボサでひどくやつれてました。店長に電話してきた通り、彼女は体調を崩してるのは間違いないよ。見た感じだと心労で参ってるって感じだったな。心労？理由はおそらく。親父さんの保証人は間違いなくナンマだ。その菜の葉が親父さんに会わせてもらえないなんてどう考えたっておかしい。今日だって施設の人間に200万も払ってたんだろう。今日の200万は入居費用の一部だろうな。おそらく彼女が全額を支払い終えるまで施設は親父さんに会わせないつもりなんじゃねえのかな。本当ならひでえ話だ。ありえねえ話じゃねえな。今や5人に1人以上が高齢者って時代だ。そこを狙う悪質なビジネスも横行してる。一見クリーンそうに見えるこんな施設だってどんな裏があるか分かったもんじゃねえ。きっとこうじゃねえか。入居費用は分割支払いでいいと言ってまずは親父さんを施設に入れさせ、ところが蓋を開けてみると全額支払い終えなければ面会すらさせてもらえない。なんでそんなことを。そうすりゃ無理してでも早く払い終えようとするだろう。結果施設としては迅速かつ確実に金を手に入れられるからだ。まさかそんな。いや、悪どい奴らはそのまさかを平気でやる連中だ。じゃあ菜の葉はそれが原因で心労がたたって体を壊した。ああ、このままだと彼女の収入が減る一方だ。そしてこれからますます支払いが遅れるだろう。じゃあ、あの子が親父さんに会えるのはいつになるんだ。ずっと先だな。下手するともっとひどいことに。もっとひどいこと？どんな契約をあの施設としたのかわからねえが、最悪は支払いができない時点で親父さんも追い出されて金も返金されないとか。なんてこった。体壊すような思いしてまで頑張ったのにな、彼女。パンフレットが立派なら中が劣悪な環境だとしても誰にも気づかれない。施設としてはケアの手間と金が省けるしな。結局のとこ
入居時費用を早く支払おうが遅れようが施設にはメリットしかねえってわけか。その読みが当たってるや。とんでもねえ悪徳施設だな。頼む、この施設から菜の葉のおやじさんを救い出してやってくれ。店長さん、俺たちだってそれができるもんならすぐにでも連れ出してやりたいさ。だけど娘さんだって入れちゃくれねえ施設さ。おまけにセキュリティも厳しくて、まあ、とてもじゃねえが中には。いや、あん中に入る方法は一つだけあるぜ。え？店長、この店副業って OK？ え？少しの間俺たちは日だまりの城の中で働いてきますわ。バイトで潜入するってわけか。そんなに簡単に雇ってくれるか。ハローワークの神戸所長に頼み込んでみようぜ。あの人なら力になってくれるはずだ。よし、神戸には俺から電話して事情を伝えておく。どうにか菜の葉のおやじさんを救い出して彼女を店に復帰させてくれ。開けてみるか。開いたぜ。体調万全。
とうございました。いらっしゃいませ。ございました。喧嘩だれや、無事に帰れると思うよ。はいよ、よし、いざ。だれや、ザーク、おい、来た。やめんなよ。はい、おい、どうするかね。よし、入るんだ。あったな。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。
見てんだよ。ぶっ殺してやる。殺しねえぞ。俺の番ね。なめんなよ。そう。へえ。お兄さん、あなた見ない顔ね。新入りなの？ええ、派遣できた難波って言います。あら、そう。お医者さんなの。偉いわね。いや、介護の助手だよ。派遣できたんだよ。まあ、弁護士さん。頑張ったのね。ところで、おばあちゃん。この施設に向田さんって人が入居してるはずなんだけど、わかるかい？あの一人娘のいるおじいさんなんだが。そういえば朝ごはんはまだかしらね。もうとっくに昼過ぎてるぜ。あ、ここで結構よ。どうもね、おまわりさん。そっちは何かわかったか？いや、今のとこ菜の葉の親父らしき人間は見当たらねえ。それにしてもとも悪徳施設には見えねえんだよな。介護士の数だって足りてるし、医療機器だって最新のもんだ。警備の方もだ。セキュリティから巡回までしっかり金をかけてるぜ。こら新人、何度言ったらわかるんだい。便器に自分の顔が映るまで磨き込むんだよ。ほら次に行くよ。ちんたらしてたら終わんないよ。なんで俺だけ便所掃除なんだよ。
仕方ねえだろ。お前に勤まる外注業者が他になかったんだから。で、親父さんは見つかったのか。いや、どこにもいねえ。春日の方は。朝から便器しか見てねえよ。あのおばちゃんが厳しくてサボることもできねえ。もしかしたら親父さんはマジでエクセレントルームに入居してんのかもな。例のバカ高いビップルームか。エクセレントはありえねえよ。聞いたとこによると、あそこに入るには厳しい審査があるって話だ。契約希望者は何度も施設側と面接を重ねるんだとよ。面接？詳しくは知らねえが、家柄や社会的地位を審査するんだろう。入居してんのは財界の大物や引退した資産家とかだって噂だ。たとえ金があったところで名の恥じゃ審査は通らねえだろうな。お前らエクセレントルームは確認してねえのか。確認したくてもできねえんだよ。エクセレントの入居者は完全にプライバシーが守られていて、介護から警備まで全て正社員が担当してるんだ。エクセレントルームはどこにあるんだ。最上階だ。だけど社員が持ってるカードキーがなきゃ入れねえ。確かめようがねえよ。こら新人、油売ってないでとっとと行くよ。はい、今行きます。お疲れさん。トイレ掃除だけで丸一日かかるなんて驚いただろう。すげえ数のトイレっすね。そりゃこれだけの大きな施設だからね。ま、明日からはもう少しペースアップしておくれよ。まだ最上階が残ってるみたいですけど。ああ、7階はエクセレントルームって言ってね、私ら外注業者は立ち入り禁止なのさ。あ、俺さっきの便所に忘れ物しちゃいました。取りに行っていいですか。何やってんだい、おっちょこちょいだね。先に降りててください。俺後から追いかけますんで。仕方ないね、さっさとするんだよ。怖がらなくても大丈夫だよ、おばあちゃん。それじゃ、おやすみなさい。
ああ、待った。なんだって？おい、おい、いや、ああ、残り300万、もしも10日後に結婚します。お、そうか。くそ。待った。
そうだ。分かった。なあ、もう何見てんだ。何見てんの。ぶっ殺してやる。やめてこい。おい、来た。ザコだ。やるか。どうした。俺の番だな。やってやるぞ。どうするかね。
ひ兵器がなっとらんだ。やるときゃやるぞ。およ、おい来た、してみろ。やんのか、俺の番か。よし、行くぞ。強くなっちまったか。おい来た、なめんなよ。ダメだ。俺の番か。よし、行くぞ。よし、よし、決める。すぐに楽にしてやるぜ。やるぜ、俺の番だな。やってみろ、してみろ。俺の番ね。逃げるなら今のうちだぞ。行くぞ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
足立さんの行きつけの店ってのはここか。ああ、なんだおめえか。愛想ねえな。そんなんだからいつもカンコドリが鳴いてんだよ。趣味でやってんだ。客なんて来ないくらいがちょうどいい。よく言うぜ。足立さん、いらっしゃい。よ、いろはちゃん。その人たちは？俺の連れだ。春日に難波。どうも。足立さんが誰かを連れてここに来るなんて珍しいね。っていうか、初めてじゃない？まあそう言われてみりゃそうかもな。よっぽど気に入ってんだね、その人たちが。ちげえよ、こんなむさ苦しい連中気に入るわけねえだろうが。照れちゃって。かわいい足立さん。たく調子狂うぜ。そんなことより、マスター、一つ頼みがあってよ。どうせツケで飲ませてくれとか言うんだろ。よくわかってるじゃねえか。頼むよ。こちらにもこれから先ここに金落とさせるようにするからさ。な。まったく、本当に元刑事かよ。しょうがねえな。サンキューマスター。よっしゃ、飲もうぜお前ら。なんだよ、難波のやつ、この程度の酒でもう寝ちまうなんてよ。疲れてんだろ。仕方ねえさ、今日はいろいろあったからな。明日は今日以上に忙しくなりそうだがな。ただなんだかお前らと一緒ならうまくやれる気がしてんだよ俺。へえ、嬉しいこと言ってくれるじゃねえか。足立さん、もう酔ってんのか。これ式の酒じゃまだ酔わねえよ。足立さんは酔ってんのよ。久々に芽生えた熱い友情にね。いろはちゃん、何言ってんだよ。ったく、茶化すなよな。
よ、足立さん。何飲んでるんだ？そいつは聞くんじゃねえよ。ん？足立さん、それ、カップ酒？シッ、声がでけえよ。マスターに聞こえるだろう。勝手に持ち込んで飲んでるのか？ああ、コンビニで買ったやつだよ。こんな洒落たバーで酔うまで飲んだら高くつくだろう。お前だって財布が寂しければ同じことするさ。いや、俺なら借金してでも店の酒を注文するよ。借金？一杯の酒のためにか。バーが売るのは酒だけじゃねえ。物思いにふけったり語り合ったり、かけがえのない時間だ。一杯の酒で人生が変わることもあれば、運命の人に出会えるかもしれない。そんな空間を提供してくれるマスターにはきちんと金を払いて。優しいやつだな、おめえは。じゃあ俺も借金するか。いや、審査が通らねえか。悲観するなって。一杯おごってやるよ。おお、サンキュー。しかし定年直前で警察を懲戒免職なんてたまらないな。なに、警視総監の堀の内に盾ついてクビになるなら本望だよ。あいつに目をつぶって警察を続けるよりずっとな。確か足立さんと堀之内の因縁が生まれたのは20年前の事件だったな。ああ、老夫婦が殺された強盗殺人事件だ。俺たち捜査本部は近所に住む久住って男を逮捕した。久住には空き巣の前科があったし、アリバイもあやふやだったからな。だけど久住はシロだった。ああ、きっかけは久住の息子だった。息子？くすみには妻子がいてな。一人息子のたかしは当時5歳。そのたかしが犯行時刻にお父さんと散歩に行っていたって証言したんだ。だが親族ってのは容疑者に有利な証言、つまり嘘を言う可能性がある。だから捜査本部はたかしの証言を無視することで一致したんだ。俺もその決断に反対はしなかったが、どうしてもたかしの証言が気になってな。久住の逮捕後も俺は単独で聞き込みを続けたんだ。するとタバコ屋の主人が犯行時刻に散歩する久住と高志を見ていた。高志の証言は正しかったんだよ。すぐに捜査本部にそのことを伝え、久住の釈放を要請したが、堀之内がそれを握りつぶした。確か堀之内は当時の神奈川県警のトップだったな。ああ、警視庁への栄転が内定していた堀之内にとって誤認逮捕という失態はあってはならないことだ。だから堀之内は冤罪と分かっていながら久住を無償送りにした。結果久住は獄中で自殺だ。堀之内は他人の命まで犠牲にしてキャリアを掴んだってわけか。足立さんが堀之内に執着する気も分かるな。だけど久住の命を奪った原因の半分は俺にある。高志の証言を俺がすぐに信じていれば誤認逮捕を止められたはずだ。足立さん一人の責任じゃないさ。捜査本部の全員で決めたことなんだ。だが高志の事情聴取をしたのはこの俺だ。今でもあの子の顔が頭から離れねえ。足立さんはその後くすみの冤罪をマスコミにリークしようとしたんだろう。それってもしかしてたかし君への罪滅ぼしって思いもあるんじゃないのか。ふん、春日のくせに察しがいいな。確かにそういう思いもあったさ。だが結果はリークも失敗して俺は免許センターを送り、何一つなせないままこの手たらくだ。悲観するなよ、足立さん。すまねえな、暗い話になっちまって。気にすんなって。バカ話をするだけが仲間じゃないだろ。いいこと言うじゃねえか、春日のくせに。春日のくせにってのは余計だろ。
まあお前みたいな仲間が警察時代にいたら俺の人生も変わってたのかもな。俺みたいな警察官がいたら日本は終わりだよ。それもそうか。そこで同意するか。まあもう一杯飲もうぜ。お前のおごりでな。仕方ねえな、もう。マスター、注文いいかい。さて、そろそろ帰るか。もう帰っちゃうの？悪いな、いろはちゃん。俺たち明日いろいろ忙しいんだよ。おい、ナンバー、いつまで寝てんだよ。帰るぞ。でも、本当にこの店気に入りました。また使わせてもらいます。おう。どうせろくに客も来ねえ店だ。遠慮せず来てくれ。あと、あいつをよろしくな。ね？あいつがあんなに楽しそうに男と飲んでるのを見たのは本当に久しぶりだ。よほどおめえらのことを気に入ってるんじゃねえか。そうなのかな。ああ、俺が言うんだから間違いねえ。あいつはろくでなしだが悪いやつじゃねえ。これからも仲良くしてやってくれ。ねえ、もちろん。おい、春日、何話してんだ。行くぞ。おう、すまんすまん。じゃあマスター、また。ふん、毎度あり。You